村木康弘は元東京高等裁判所裁判官。岐阜県出身。岐阜県立岐阜高等学校中央大学法学部卒業。1983年25歳で司法試験に合格。名古屋市での司法修習を経て、1986年4月から判事補として広島地方裁判所に勤務。 1988年、名古屋地方裁判所並びに、名古屋家庭裁判所に勤務。1991年、金沢地方裁判所に勤務。1994年、山口地方裁判所に勤務。1996年4月から判事となる。1997年、津家庭裁判所に勤務。1999年、東京地方裁判所に勤務。 2000年4月1日、東京地方裁判所判事件、東京家庭裁判所判事に補せられる。同時に、東京高等裁判所判事職務代行を命ぜられる。高等裁判所で刑事第五部を担当。同年5月19日、東電 OL 殺人事件の控訴審において、ネパール国籍の被告人の保釈請求を却下する、決定を行う。2000年12月22日、 上記ネパール国籍の被告人に逆転の無期懲役判決。2001年8月、自動売春により、東京地裁で懲役2年執行猶予5年の有罪判決を受け、確定。裁判長は山室恵であった。11月28日、裁判官弾劾裁判所によって罷免された。7例目の弾劾裁判であり、また現在に至るまで唯一の 交際判事の弾劾である。ありがとうございます。